いっぱいあります。いっぱいはないでしょ。四つ葉の前だって。今四つ葉日常家族です。ママです。はい、ということで今日は2人が仲良しさんと日常家族でコラボでトランシーバーかくれんぼをやりたいと思います。チームは大きい子チームが隠れる方で、小さい子チームは探す方ということでやりたいと思います。だけど今回広い範囲でやるのでトランシーバーを使います。なので探す方はヒントをもらいます。ただし逃げてる方は1回だけ逃げることができます。1回だけ1回だけ負けないぞ。あー負けないぞ。あーよーいスタート。はい、逃げろ逃げろ逃げろ。まだだよ。上がいい。2回行こう、2回ちょっとしゃがんで、しゃがんで、ちっちゃくなって、しゃがんで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 、バレない。よし、しゃがんで、バレないように。あ、見えちゃう、見えちゃう。見るとこないかな、どっか。こっから下に降りちゃおうぜ。下、下、下、下。そしたらさ、下にみんな2階にいると思ってるから。よし、ここに隠れて。よし、もういいよって言った？登ってるから。あれ登ってんじゃない？ほらほら、登った登った。騙されてる。上行った上行った。よし、これで見つからないぞ。いっぱい見ますか、2回見ますか。いっぱい見ます。嘘ついちゃダメか。2回でーす。ヒント教えて。ヒントは木がある。あとゴミ箱がある。順番順番で使おうね。順番順番で使ってやろうね。今どこ？今は四つ葉の前。四つ葉の前だって。四つ葉四個よくのとかあるでしょ。ヒント、ヒントで手の消毒のやつが近くにありますって言ってました。手の消毒が前にあります。3分2分ませんよ。手の消毒があります。車が見えます。車が見えますって言いましたか？はい、そうです。1回ですよ。私たちが見えますか？見えません。移動してません。ずっとここにいますよ。移動しよう。どうする？移動したらさ、見えちゃう。見えちゃいそうだね。だからさ、移動して。自転車は見えますか？自転車は見ます。外が見えます。ゴミ箱が見えます。ゴミ箱さんの近くですか？やべやべ、来た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 。洋服屋さん、洋服屋さん。ソフトクリームの、ソフトクリーム。よーい。見つかった。難しかった。ソフトクリームじゃない。はい、じゃあ、ほのかちゃんとちかちゃん。負け。交換しますか。じゃあ、2回戦いきます。交代、反対になって、おっきい子チームが隠れてください。はい。はい、ちっちゃい子チームは鬼になって探すぜ。変だこれ。よー
ちょ、ちょっと待ってて待ってて、どっちにいると思いますか、予想。上と下どっちだと思う。下はこうやって遠回りして。遠回り、まず下にいるかもしれないから、下から。下探す、うん、でも遠回りしてる。もういいかい。もういいかい。あ、よし、行こう行こう行こう。遠回りでいいよ。1階か2階かって聞いちゃう？うん、聞いちゃう。2階？ 1 階？どっち？ 2 階。ここは1階です。2階？ 1 階にいるどっち？2階よ。教えてくんないんだけど。え？考えてください。考えてくださいって言った。じゃあもうちょっと見よう。ずるいじゃん。ずるいね。ずるいよ。出たじゃん。1階？ 2 階？どっち？まだ秘密だって。まだ秘密。あ、ここ登れるじゃん。こっから行ってみよっか。うん。何言ってるか分かんなかったよ。洋服屋さんだった。洋服屋さん？こっちじゃない。じゃあ上だ、上。洋服屋さんに行きますか。ねえねえ、ちょっと貸して一回。何かしろって言って。洋服屋さんのどれが見える？ボールとかがあるんだって。ボール、ヒントだ、ヒント。サッカーボール。さっき行ったところだ。見たことある。今は洋服屋さんを見ている。近いんだって。近いかもしれない。近いかもしれない。ボールありそうだよ、この辺。このボール、ありそう。あ、ボール持ってる人いる。ボール持ってる人いる。あそこ、近い。野球。野球？え、野球だって。まだ移動していませんですか？野球ってどうやってる？野球の近く？サッカーが近いです。あ、野球。これ野球だ、野球。野球見つけました。野球あったよ、ほら。見つけた。金のグローブ。見つけました。え、逃げた？どこ逃げたんだ、ちょっと。違うとこ行っちゃったって、もう逃げられちゃったって。逃げちゃった。あ、階段。あ、階段があるよ、ここ。怪しい怪しい。今何が見えますか？1階。こんな道もあったんだ、知らなかった。なんだこれ、ずっと降りてるぞ。疲れちゃった。降りるの怖い。よいしょ。よし。すごい、こんな道があったのか。テントの中見てみる。じゃあさっきのやっぱテントのところ。見つけた。こんなところに隠れたスタート地点じゃないですか。一回ね、逃げた。逃げるか使ったんだよね。逃げちゃったか。もう逃げられなかったんだ。今どこにいますか？目の前にいます。じゃあトランシーバーでかくれんぼいかがでしたでしょうか？なんか楽しくなさそうなんですけど。いて、アンナは初めてでしたけどどうでした？楽しかった。楽しかった。買いますか？買わない。って言って買うんだよ。買うの？ちかちゃんはどうでした？どっちが楽しかった？探すのとかくれるの？探すの。探そうがなんか動いてるからね。探そうじゃなくて、隠れるのが楽しかった。あ、そう。いい場所隠れたもんね。はい、ということでトランシーバーでかくらんぼでした。バイバーイ。また見てね。